わからん。わしもシンディと同じで頭が割れそうだ。そうですね。聞くまでもありませんでした。他の人は平気みたいだね。でも僕も少し頭が痛いな。土方さんは？集中していればこの程度は問題ない。だがこの歌はおかしいですよね。これやっぱり罠だったみたいだね。おお、そうよ。なんということだ。この歌は、こんなものはお前の歌ではなかろう。やっぱりあの松陰先生は偽物だったってことか。あれは偽物などではないぞ。あれは松、まさしく吉田松陰じゃ。じゃあなんだってこんな歌を歌うんだ。けるか。こんな歌は松陰先生の歌じゃねえ、偽物だ。新作、俺様が偽物だと暴いてやるぜ。松陰先生、新作。わ、何してんの。ん？お前は松陰先生じゃねえ。正体を表せ偽物。新作か、久しぶりだな。気安く俺様の名前を呼ぶんじゃねえ、この偽物野郎が。誰が偽物だと。このわしがわからぬのか。新作。うこの顔、この髪、この声、間違いねえ、松陰先生だ。当たり前じゃ。わしが松陰でなくて誰がそうなんだ。じゃあ本物なんですね。もちろん。吉田松陰とはわしのことじゃ。本物なのに、なんでこんなに以前と音楽が違うんだ。俺様の目の前にいるのは間違いなく松陰先生だが、この音楽は松陰先生の歌じゃねえ。俺様の体には松陰先生の音楽が至るところに染みてるんだ。俺様の血は松陰先生から教わったロッカーの血。わかる。てめえは松陰先生であって松陰先生じゃねえ。ひよっこが、わかったようなことをほざくではないか。けい、わしのロックを。シンディ！スカシ君！新作、大丈夫ですか？話せ！俺様は、松陰先生に！無理はするな、高杉。確かに強力な演奏だが、どうして高杉だけがこれほど影響されるんだ。そうか、新作は誰よりも先生の音楽を聴き込んでいます。体全体が先生の演奏に自然に反応してしまうんです。でもあの歌は。ではやはりあれは本物の吉田松陰なのか。
すぎ、しっかりしろ。シンディ、高杉、大丈夫か。前駆のジジイ、しっかりするぜよ。尊敬する先生にようやく会えたんだ。分かっている。スカシ君、しっかりしなよ。ああ、もう僕もますます気持ち悪くなってきちゃった。このままではまずい。ひとまずここから出るぞ。そうですね。そこをどけ。音量が大きくて聞こえていないのかな。どけよ。会場から出せ。おかしい、これじゃまるで。まずい、僕たち捕まったかもしれない。こいつら太平化されてやがる。そういうことか。松陰先生、ようやくわかった。これはヘブンズソングだ。ええ、フェニックスライジングに少し似てる。でも僕たちだけが苦しんでるみたいですけど。観客は全員すでに太平化されているんだ。ああ、なるほど。土方さんと僕がまだマシなのは。俺たちが新選組だからだ。ヘブンズソングには耐性がある。今の松陰は太平化されている。そうか、そういうことなのか。あれは、あの歌は高杉、いや新作よ。あのショーの姿が見えるか。じいさん、止めてやってはくれぬか。あの歌はショーが望んで歌っているのではない。ショーを止められるのは弟子であるお前たちだけじゃ。本当のショーの音楽を受け継いだお前にしかできんことなのじゃ。高杉、しっかり見ろ。あれは本当にお前たちの尊敬する師匠か。違う、あれは松陰先生であって、松陰先生にあらず。こんな歌に影響されてお前らの師匠が喜ぶのか。その通りだぜ。松陰先生が一番悲しんでるはず。新作、歌を、魂の叫びを松陰先生に届けよう。私たちの歌で松陰先生を助けるんだ。ああ、シンディ、暴れてやれ。そうだな、俺様の全てを松陰先生にぶつけてやる。こんな最悪な歌、松陰先生じゃねえ。俺様のロックで先生のソウルを揺さぶり起こして目を覚まさせてやるぜ。行くぜ松陰先生。また来たのか。何度来ても同じじゃぞ。松陰先生、待っててください。俺が救ってみせる。口ばかりだな、新作。死に勝てると思うのか。勝てるさ。なぜなら、それをあなたが一番望んでいるからだ。
ふざけるな、新作！うわ！来てる、来てるぜ！松陰先生に教わったソウルが俺様の中で薄いてやがる。これがロックの魂だ。あなたが残してくれたソウルは俺様に宿っているんだ。俺様が勝ってみせるぜ。それがあなたへの恩返しだ。来たぜ来たぜ、俺様の中でロックがスパークしてるぜ。来い来い来い、クールに行くぜ。ブラックオアホワイト、黒かそれとも白か、乗るかソルかだ。松陰先生、最後まで付き合ってもらうぜ。生きていこう。極め、今俺様が道しるべとなる時が来たぜ。わしの歌、違う、これではない。来てる、来ておるぞ。天ちゃん、大丈夫なのか。あとはわしに任せておけ。わしの歌にはないもの。新作の歌にはそれがあった。わしの歌に足りないものはロックです。
ロック、そうか、そうじゃった。足りないものはロック。思い出したようじゃが、ショウ、本当の自分の歌を。うわっ、ああ。行くぞショウ、今こそ我が身を一つに。フュージョン。なんだ。松陰先生の体に天狗の人が入った。すげえ、どうなってんだ。な、ふう、ようやく元に戻ったな。天狗のおじさんと合体しちゃったの？そうじゃ、合体して元に戻ったんじゃよ。元に戻った、どういうことですか？天狗はわしがイーに洗脳される瞬間に切り離した良き心じゃ。わしがむざむざやられるはずはないじゃろう。だから天ちゃんはわしにいろいろしてくれたのか。さすがは先生の先生、やるな。本当に元に戻ったんですね。すまんかったの、みんな心配かけた。松陰先生、俺様、俺は新作やみんなのソウル、しかとわしに届いたぞ。松陰先生、龍馬たちと一緒になってお前も成長したようじゃ。ありがとうございます。やった、松陰先生が元に戻った。おお、これはめでたいぜよ。これからは先生も俺たちと一緒にライブができるんですね。すまんが、それはできんのじゃ。どうしてですか？俺たちが未熟だから。もっと練習します。俺、先生に教わりたいことがたくさん。そんな顔をするな、新作よ。わしの体はな、もう命数を使い果たしておるのじゃ。お前たちのことが心配で少々無理をして現世にとどまっておったのじゃが、お前たちがわしのロックをきちんと受け継いでくれておった。新作、カツラ、それに龍馬よ、お前たちはもう一人前のロッカーじゃ。いつしかわしさえも超えるだろう。そんな、先生、俺は、わしは役目を終えた。少し休ませてもらうぞ。さらばだ、愛しい弟子たちよ。先生、松陰先生、あとは任せてください。先生の教えは、先生のロックは決して忘れません。私たちは必ず幕府を倒し、自由に歌が歌える世界を取り戻します。もじゃもじゃの先生、笑いながら天に帰っていったぜよ。危ない、坂本。しまった！
に仕上がる。待て、龍馬くん。これまずいよ。考えるのは後だ。一旦ここを離れるぞ。でも龍馬くんが。引き際を見誤るな。ここで俺たちまで捕まったら誰が坂本を助けるんだ。土方さんの言う通りだよ。ここは引いた方がいい。わかりました。龍馬、必ず助けてやるからな。行くぞ。俺が道を開く。松陰先生、俺はまだ教わりたいことがたくさんあったんだ。絶対に先生から受け継いだロックは忘れないぜ。おかえり、新作。ちくしょう、今日も手がかりなしだ。龍馬くんの身柄は幕府も必死で隠すでしょうし、そう簡単には見つからないと思いますよ。ということは、こっちも収穫なしでした。幕府はどこに龍馬くんを隠してしまったんでしょうか。それで沖田と土方はどうなんだ。二人はまだ戻っていません。あ、噂をすれば。邪魔するよ、兄さんたち。女？今女にかまけている暇はない。帰れ。そうやって余裕を見せていられるのも今のうちだけさ。なんだと。坊やが高杉晋作だね。で、そっちが桂小五郎。お前、なんで俺様たちの名前を。晋作、用心して。
あら、おっかない顔、ちょっと素敵かも。でもね、用心なんて必要ないわ。坂本龍馬を探してももうどうにもならないんだから。お前ら、龍馬のことを知ってるのか。何者です。名乗る必要を感じないわ。名乗っておいた方がいいぞ。今俺様に遊んでやる余裕はないからな。やっぱ名乗らなきゃダメなの？私の名前は…このバカ、正直に答えるんじゃないよ。ごめんなさい。名前を聞かなくちゃ女も口説けない坊やなら仕方ないわね。私はお龍。幾松。私はおうのです。3人揃って神の歌姫ダークチェリーズ。なんなんだてめえらは。ダークチェリーズだか万願寺唐辛子だか知らねえが、とっとと龍馬のことを答えろ。名乗れと言ったり坂本龍馬のことを教えろと言ったり。うるさい男ね。せっかちな男は嫌われるよ。なんだと。私たちはあんたらのためを思って足を運んでやったんだからさ。でしたらその用をさっさと済ませてもらいましょうか。こっちの兄さんは話がわかるようだ。まあ引き伸ばしても仕方ないね。本題に入ろうじゃないか。あんたらとっとと幕府に下りな。何？やはり幕府の者か。あら、そちらの殿方はお分かりのようね。幕府は容赦しません。忠告はしちゃいましたからね。そういうこと、おとなしく言うことを聞いた方がいいわ。そうそう、姉さんを怒らせるとすんごく怖いんだから。余計なおしゃべりはそこまでだよ。でもね、この子たちの言う通りさ、次に会った時もしもまだあんたらが幕府の敵だったとしたら。貴様、新作ダメです。彼女たちを撃っては龍馬くんへ繋がる手がかりが途絶えてしまいます。ち、分かってる。男と女の関係は駆け引きが大事なのさ。覚えておきなさい。ぼ、お、いや、俺様を坊や呼ばわりするとはいい度胸だ。伝えることはこれだけ。じゃ、引き上げるよ。ええ、これ以上ここにいる意味を感じないわ。あのね、帰りにちょっとカフェに寄りたいな。待ちやがれ。このまま返すと思うか。龍馬の居所を吐きやがれ。待てと言われて待つ女は二流よ。言ったはずだよ、駆け引きを楽しまなくちゃ。いいえ、何が何でも吐いてもらいます。そっちの都合なんて知ったこっちゃないよ。そして坂本龍馬の安否もあたしらには関係ないのさ。何？ただいま。お前ら
まさか。あら、裏切り者の沖田さんじゃないか。今はやり合わないよ、沖田さん。それはまたの機会だ。ええ、本日は忠告のみですから、これにて。ああ、姉さんたち、待って。待て。ありえねえ、あっという間に消えた。さもありなんだね。何だったんだあいつら。沖田君は知っていたみたいですが。一応ね。だけど説明は後。それよりもここを出るよ。沖田、それでさっきの女どもは何だったんだ。ちょっとした知り合いだよ。ちょっとしたってなんだよ。ちょっとはちょっとだよ。おい、隠す気か。そんなわけないだろ。土方さんが合流したらその時に話すよ。本当だろうな。隠したらただじゃおかねえぞ。スカシ君はいちいちうるさいね。なんだと。まあまあ、新作。そしてそこのお子様にも、おにおによくしてもらえると助かるんですけど。ああ、今何か聞こえた気がするけど、気のせいかな。気のせいだよね。そっちの方がよっぽどやかましいし。あは、ごめんなさい。聞こえました？いいから二人ともおとなしくしてろ。ちっ、この俺様に喧嘩の仲裁なんかさせやがって。それにしても土方はまだ来ないのか。お前たち無事だったか。土方さんもご無事で何よりです。もっと早く来いよ。合流が遅れてすまない。ダークチェリーズが現れたという書き置きを見た。そうなんですよ、土方さん。彼女たちについて説明してもらえるとありがたいですね。お前たちの顔色を見る限りじゃ楽しい話じゃなさそうだが。そうだね、説明をしよう。あいつらは幕府直轄のアイドルユニットだよ。アイドルだと？それにしちゃ聞いたことがないな。あいつらは新選組の妹分として新たに発足したばかりだが。あいつらの宣伝文句は黄泉の歌姫。初
正直僕でもちょっと引いちゃうくらいにヤバいんだよね。ヤバい？どうヤバいんだ？彼女たちの歌唱力は決して高いとは言えない。だったら俺様たちの敵じゃねえ。何をそんなにビビってるんだ。新選組を光とすれば奴らは闇を背負うものとでも言おうか。闇？どういうことだ？見かけは美しい少女だ。だが自分たちの人気のためなら人を殺めることも厭わない連中だ。平たく言えば暗殺専門のアイドルなのさ。僕に言わせればアイドルとは名ばかりで仕事の内容はゲスの極みだけどね。暗殺だと？穏やかじゃねえな。目的を達するためならどんなえぐい手でも使うんだ。お前らが無事だったのは運よくその命が降りていなかっただけだろう。俺様があんな女どもに遅れを取るとでも？女といってあいつらを甘く見るな。容赦のない連中だ。そしてさらに悪い話がある。何ですか？数日中に坂本が打ち首になる。何だと？え？何それ？その処刑をダークチェリーズが執り行うらしい。てめえ、そんなことなら悠長に話してる場合かよ。そう、あいつらあの時素直に返すんじゃなかったぜ。めっためたのギタギタにしてやらんだった。それは無理でしょ。新作は女の人にそこまでできないはずです。そういうところまで見透かされてるんだよ。くそ。それでも捕まえるくらいはしておけばよかったですね。そうしていたら私の発明で何が何でも吐かせてみせたのに。まあ待て、坂本は公開処刑されるということだ。だから新作公開ということはつまり場所も日にちも決まっているということです。そうだ。そしてそこで坂本を奪い返す。わざわざ公開処刑にしたのは十中八九君たちをおびき寄せるためじゃないかな。もちろん罠である可能性は高い。だがそんなの関係ねえ。そういうことだ。あのバカ、必ず助け出してやるぜ。でも問題はダークチェリーズだよ。僕はやり合いたくないな。怪我したくないし、女性を切るのも気分が悪い。真正面からやり合えば沖田君が怪我を覚悟するほどの相手なんですが。それについては俺と掃除でどうにかするしかあるまい。当日の警備の予定などできる限り情報を集めておく。龍馬は大バカだが、この世をひっくり返すのに必要な野郎だ。そうだな。必ず坂本を助け出すぞ。はい。捕らえた坂本の様子はどうだ、お龍？はい、ご報告いたします、ご家老様。坂本龍馬には日がな一日ヘブンズソングを聴かせ逆らう気力を奪っております。あの様子では逃亡を図ることなど夢のまた夢。そうか、奴の処刑は5日後と決まった。それまで奴を殺すな。だができるだけ苦しませる。苦しめば苦しむほど解放された時ソウルは大きく輝くものだ。はっ。
しゃ、馬券せよ。わしには仲間がおるんじゃ。裏切れるものかよ。わしはみんなを信じとる。待っとるぜよ。さっさとくたばっちまえば楽になるのに、どうしてそんなに頑張るのか。何をしてイー様をこれほど怒らせたか知らないけれど、お上に立てついたあんたが悪いよ、バカな男。姉さん。ああ、幾松、心配はいらないよ。私が一番大事なのは、あんたたちと一緒にアイドルとして成功することよ。イー様のお言いつけに従っていれば何の問題もないわ。はい、姉さん。あ、姉さんたち、ここにいた。練習時間なのにどこにもいないからめっちゃ探しましたよ。心配かけちゃったね、大野、ごめん。姉さん、坂本が。イー様の追いつけだ。死んでないなら放っておきな。死んだら死んだでできることもないしね。わかりました。行くわよ、追うの。ああ、みんなで練習よ。はい。イー様と私たちのためにあと5日間生き延びなさい。あんたのゴミみたいな命有効利用してあげるわ。天下を騒がせた大罪人、坂本龍馬をここへ。なんだあの情けない面は。ヘブンズソングだよ。龍馬くんはヘブンズソングに支配されているんだ。あのバカが。なんだ。なんだこりゃ。火事か。龍馬。新作、こっちは任せて。貴様ら、坂本の仲間だな。おっと。これは、うっ。
特製のしびれ玉です。その煙を吸い込むとしばらくは動けませんよ。くはいはいはい。煙を吸うな。く、隙だらけだぜ。これは。お前たちの相手はこの土方歳三が引き受ける。知ってると思うけど起きた掃除だよ。僕も忘れないでほしいな。現れやがったか。当たり前じゃないか。この罠を張ったのは私たちだもの。そんな相引き予定は入れてないぜ女。おっと、そういえば自己紹介がまだだったね。私たちはダークチェリーズです。幕府からデビューしたばっかりの新しいアイドルなの。かわいい。今日は私たち主催の公開処刑に集まってくれてありがとう。だけど伝えたいものがこの胸にある。だから精一杯歌って踊ってスマイル。私はお龍、私は行く。こんな時にキャーキャー言いやがって。さて自己紹介はここまで。坂本龍馬は渡さないよ。相手はお龍さんだけではありません。容赦する必要を感じません。おうのも姉さんたちに負けないんだからね。てめえら、さっきの自己紹介の時とは違いすぎるぜ。だから言ったじゃない、この子たちはヤバいって。甘い女の子がお好み？でも今時の女の子はちょっと辛口なのよ。あなた方に甘さを見せる必要を感じませんから。腰が引けてるようね。だったらこっちから行くよ。これはヘブンズソング。こりゃ
れは新しいヘブンズソングの形か。ヘブンズソングによる支配から攻撃に変わったってことか。だとしたらなんて恐ろしい。いや、そうではなく、あいつらは単純に歌唱力が低いのだ。低いっていうか、かなり下手。なあ、お前ら。だが、歌いたいという気持ちだけは強い。だから下手でも歌う。強い意志で貫き通す。それがあいつらのヘブンズソングの、いや、アイドルとしてのスタイルだ。そうだよ。私らは歌だけで評価はさせないんだ。ええ、そうです。姉さんの言う通り。アイドルは歌って踊ってファンを虜にするのがお仕事なんです。さあさあ、これが私らの華麗なるライブだよ。とくとご覧あれ。いっちゃうくらいにしびれさせますよ。おい、お前、嫁入り前の娘がはしたないだろうが。甘いね。こいつやりやがる。私も参ります。私のしびれ玉を食らいますか。あなたにはもう手持ちの玉はないはず。見ていましたから。だから何も感じないわ。ふーん。